にオッパイだって触られたんですから。は、何考えてるの。可愛ければ誰でもいいわけ。しずるさんは触られましたか、おっぱいを。触られるわけないでしょ。じゃあ私の方が進んでますね。はあ、強引に抱きしめられ、押し倒され。それと胸の剣は別件だろ。別件ならいいってこともないわよ。そうじゃなくて、でくなった後のことなど知らんよ。おお、今時の若者っぽいセリフ。ぽいじゃないし、私今時だし若者だし。何かあれば私の首が飛ぶだけだ。その時はまあ結婚でもするかな。相手いないけど。心配いらないですよ。え、もらってくれる。なんでだよ、もらわねえよ。俺なんかにもったいないでしょ。だからほら、早く早く誰かもらってあげて、俺の気が変わらないうちに。で、今電話入れようと思ったんだけど。すいませんが、お風呂を貸してください。あとなんか着替えも。はあ、お気に入り着てくんじゃなかった。一緒に入ります。はよ行け。ったく。で、あのラム姉様ですよね。新しくお屋敷で旦那様に仕えることになりました、ペトラです。よろしくお願いします。バルスと違ってわきまえているようね。いいわ、合格にしてあげる。ちなみにバルスは不合格よ。で、ハチマン、眠そうだね。ここ最近ずっとだけど大丈夫？平気平気、三鉄でゲームしてただけだから。そうなんだ。そのうち暇の日あるか。え、あ、ごめん、平日は部活で。あ、でも夜はスクールがあったりするし、次の休みは練習試合。いや、全然今度でいいぞ、マジで。で、いつも感謝してるんだ先生。ちょっとサーフェ先生、そんなこと言われたら。フィンダーだけどこまでも。目が座ってるよ。いいんです、今日はこのま。毒が抜けきってないんだから無理しちゃダメだよ。はい。で、パートナーウサギを演じよう。何これ、ちょ、なんで。このスゴロクには魔法がかけられている。早めに終わってよかったな。ウサギは自分の糞を食べるらしいぞ。食ってたまるか。で、ちゃんとばあちゃんに彼女紹介できる日なんて本当に来んのかなって。ま、簡単にはいかないでしょうね。やっぱり。でも前向きに、じゃないと出会いが逃げてくわよ。おお。安心して、私が彼女でいる間は放っておいたりしないから。水原。じゃあ割引に。さあ帰りましょう。で、ずいぶんと勇敢だね。言ってしまえば僕の体液だ。なんでも飲ませてんだてめえ。おまけに僕の体液をそんなに一気に。忘れてた。それで感謝の言葉は。僕はまだ聞いてない気がするんだけど。クソみたいな茶入れてくれてありがとうよ、この魔女が。で、お嬢様がもしお医者様と結婚したら、私たちもまたお医者様の従者ということになりますでしょ。今のうちに始めしてくださっても構わないんですよ。ケイさん、ローラさん。あら、ユダ、戯れですよお医者様。そうそう、本気になさらないで。で、俺の目を見ろ。綺麗な目。お前の方が綺麗だ。性質で汚れがない。いいわよ、あなたが欲しいならこの目はあげるわ。その約束を守ったら、もっと
子供扱いしないでくれる？いいだろう。約束ね。で、じゃあ俺出かけるけど。うん、行ってらっしゃい。まあ、小町誕生日おめでとう。お兄ちゃんありがとう。平成を装いいつも通りにしてるのにお兄ちゃんに言われると喜んで見せる。今の小町的にポイント高い。そうね、ネタバラシされなかったらもっとポイント高かったね。で、ペリッ。うり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 。どうしよう、やばい、楽しい、これなんか目覚めそう。うざき、もう勘弁して。うん、聞こえるっすね。てめえのじゃん、何色だ。お客様、そういったプレイは家でやってください。プレイで、私も常に身を清めておかないと。お、スケスケ。ふにゃー、ふざけんなー。ラダ、いやいや。で、プレゼントとかじゃないから、お詫び、お詫びだから。ちょっと何泣いてんのよ。プレゼントじゃないって言ってるでしょ。ごめん、でも俺クリスマスに女の子から物もらったのなんて生まれて初めてで。ああもう。で、それじゃあ先輩のありがたいお言葉通り楽しむとしますか。あ、そうしろそうしろ。おお、どんだけ注文する気だ。お前の財布はもう死んでいる。やかましい、キャンセルだキャンセル。おわ、ひでぼー。お客様、遊ばないでください。ごめんなさい。